Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. Hi guys, I'm back once again for another funny reaction video and this time I'm going to react to Mr. Degawa Tetsuro got pranked. So without further ado, let's play the video. ここは都内の収録スタジオ。午後3時にターゲットが入る予定だ。実は出川が来る1時間前に楽屋に忍び込んで椅子にある細工をした。ガニ股で歩いてくる出川。カメラに全く気づいてないようだ。じゃあ部屋です。こちらでお待ちください。すいません、よろしくお願いします。失礼します。いきなり椅子に手をかけた。果たして成功するのか。星3つ。意外と跳ねなかったな。この日ターゲットはお蕎麦屋さんで昼食。そこで、店員さんに協力してもらい、出川を予定通りの席へ誘導。この席の七味、実は下が取れるように細工をしている。 Is it a pepper? A chili?いよいよ出川が七味を使う。今日のリアクションは星2つ。あのまま食べたのはさすがだったけどな。ね、今日もターゲットは番組収録。ガニ股で楽屋に入る。出川が入る1時間前に楽屋に侵入。今回は紙コックにいたずらを仕掛けた。ジャズとかってどこでやるの？ジャズここでします。
新聞に夢中でなかなかジュースを飲まない。諦めかけたその時、ついに紙コップに手を伸ばした。豪快にジュースを入れ、ズボンもびちゃびちゃ。今日のリアクションは星3つ。出川はちょっと怒ってたな。この日もターゲットは昼食を食べに外出。やってきたのは喫茶店。そこで我々は気づかれないようにおしぼりに白いペンキをたっぷり染み込ませた。I think it's all done in one day. カメラには全く気づいていない。Or not. 牛肉のカレーと、チキンカレーのハーフで、はい。ご飯はもう普通でいいです。はい、あと僕コーラください。コーラで。はい。アイスティーください。運よくマネージャーが電話をかけに外へ。出川一人になった今がチャンス。果たして成功するのか。すいません、これ何？His face is all white. おしぼり、なんか白いのが。すいません、今取り替えますね。はい、すいません。あ、取れない、取れない。迷わず顔を拭いたところは。さすが出川。でも、リアクションは星3つ。この日、ターゲットは番組の収録。5分後、出川が動き出す。5 minutes. さあ、日本一のリアクションを見せてくれ。He knows already. カメラを探さないでリアクションしろよ。明日はすごいいたずらをかましてやるからな。今回は強力粘着剤鳥もちを使ってターゲットの楽屋にいたずらを仕掛ける。スティッキー。いよいよ出川が楽屋に入る。Oh, it's another
another day. 果たしてリアクションは？いやー。焦った。おお。なんだこれ。Sticky and wet. 焦った。おお。あ、洗面台だ。鳥持ちトラップはこれだけではない。もう。His phone? Oh.この日、ターゲットは高級レストランで番組の打ち合わせ。そこで我々はおならの音を数種類用意。出川の席に小型スピーカーを事前にセットした。さんに協力してもらい、スピーカーを仕込んだ席に誘導してもらった。よろしくお願いします。飲みます？豆乳とか。豆乳飲まないですね。あ、飲まないですか。美味しくないんでね、正直。でも神さんが飲んでますね。あ、そうですか、はい、まずは一発目。そんなにナンパとかしないですね。Public place, and then another. Definitely, 人工的な音ですよね。変なとこから。さらにもう一発。もうジロジロになる。最悪や、最悪。おいおい、出川、まだ満点できないよ。そろそろ本気だぜ、バカ。早朝6時半、ターゲットはロケ現場へ。まだ眠そうな出川にとっておきのプレゼント。That was scary.誰だよ。焦った。これ当たる可能性あるからな。焦った。怖いよ。ビルのとかも大変だったんだぞ。腰ぐらい寝かしてくれよ。 Oh my goodness, guys. Mr. Degawa Tetsuru is really so famous in Japan as a comedian, right? That's why he got pranked all the time. And he's really a funny person to be pranked, right, guys? Well, I had fun watching this video. Thank you guys for watching with me. I'll see you in my next video.